旅へようこそ。旅本日の時間こちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのハーシービッツミルキークリームととろけるチョコレートを食べたいと思います。これもいつもの今いつものって今おなじみのケロッグのシリアルなんですけど、ちょっとカメラの角度なんですけど、こちらこんな感じなんですね。いつものシリアルとはまたちょっと違った感じですね。多分中に何かが入っている、そんな感じなんでしょうけど、いやそれは今分かるか。はい、まあとにかく食べてみれば分かると思いますので、早速チャンネル登録よろしくお願いします。はい、中身を出してみるとこんな風にココアクランチとキャラメルクランチが出てきました。で、それこんな感じ、どんな味なのかな、それぞれ。ま、さっそく、なんかもうグダグダやってんな。さっそくいただきます。シリアルとはまた違ったザクザク、いやサクサク食感が美味しいですね。で、チョコレートも甘みがあるのかと思いきやほんのり苦味もあって、あれこっちの方が苦味が強いんだって思う部分もあって美味しいですね。ヨーグルトもいいけど他にもいろいろ試してみたくなるような、そんな商品ですね。何かいい案あったらコメントで教えてください。はい、とにかくチョコレートが好きな方にはおすすめです。まずどちらもここにパリッと食感が楽しいクランチと書いてあるんですが、本当にその通りで、サクサクカリッカリッとした心地よい音を奏でてくれるクランチでした。なのでいつものシリアルとはまた違った音と食感を楽しめました。それで中を食べてみると、このココアクランチとミルククリームの方は案外甘さは控えめで、どちらかといえばミルク感が強い。で、このキャラメルクランチとチョコレートの方がどちらかといえばチョコレートが強くて甘い味でしたね。なので甘いのが好きな方はこちら、ミルク甘いのがそんなにという方はこちらの方がいいと思います。ちょっと意外だったな、こっちの方が甘いと思ってたので。ですが、どちらも美味しくてカリカリと食感を楽しむものができたのでおすすめできる商品ですね。で、点数は今回どちらも同率でこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは夏の日に強情っぱりや会いたくてきっと素直になれないんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。